公共曲第2番路長長10月革命に捧げる作品14はドミートリー・ショスタコービチが作曲した2番目の公共曲である。この公共曲は1927年に国立出版のアジトプロップ曲からの移植により10月革命10周年記念日を称えるため作曲された。以前は最初の混沌の状態から導きの力と意志の発展を描こうとしたが、 革命という主題を扱うには、能力も経験もなかったので、失敗であった、というように評価されていたこともある。当時の全英的手法と合唱が用いられており、学章構成を破棄した単一学章の形式、無二27西部に及ぶ、ウルトラ対英法などの技法が見られる。ソ連は、全英音楽を弾圧した国家として知られているが、スターリン体制の下で、 社会主義リアリズムが推進される以前は、革命により、新たな社会を建設しようという機運のもと、前衛的芸術活動が盛んであった。そのためロースラベツや、ビシネグラツキーなど、当時のロシアの前衛音楽や西洋の最新の音楽の動きが、ソ連の若手作曲家にも影響を与える土壌が存在した。曲中にはいくつかのエピソードが散りばめられており、 そのうちの一つでは、ショスタコービチがリティニー大通りで、少年が殺されるのを見た際に抱いた個人的な印象の表明が試みられている。ここでは、作品中最も重要なモティーフとして、ショスタコービチが1917年4月に書いた革命の犠牲者に捧げる早々更新曲が引用されている。合唱は、曲の後半部分において、工場のサイレンと共に始まる。 これを、労働者の勝利のモチーフと考える説もある。歌詞は、詩人、アレクサンドル・ベズイメンスキーの詩から引用され、革命前に敷いたげられていた大衆の苦しみ、革命に勝利した大衆の喜びとレーニンへの賛美を表現し、曲の最後には、レーニンを称えるシュプレヒコールが持ち込まれているが、ショスタ・コービチはこのベズイメンスキーの詩については、それらが好きではなく、単にあざけ笑っていた。 と伝えられうんざりしてていいると述べていたこの曲は革命10周年を記念するコンクールで第1位に選ばれ、また初演でも高く評価された。しかし1930年代以後のソ連では当局が前衛音楽を弾圧する政策を取ったため、ほとんど演奏されなかった。ロシア連邦成立後は当局の規制もなくなり、徐々に演奏回数が増えつつある。 西側でも、レーニンを賛美する歌詞やその表題により、プロパガンダ音楽であるとして敬遠されたため、かつては、ショスタコービチの公共曲の中でも極めて演奏頻度が低かった。ソ連崩壊後は前日のウルトラ対応法などの手法が注目され、演奏回数がロシア同様に増えつつある。ただし、混成四部合唱を必要とするため、 還元楽だけの曲に比べると演奏頻度が低くなることは否めない。1927年11月5日、ニコライ・マルコ式、レニングラード・フィル・ハーモニー交響楽団、レニングラード国立アカデミー・アカペラ合唱団、単一楽章からなる。演奏時間は約20分。ありがとうございます。